こんにちは、真夏真中です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、皆様にめちゃめちゃ大事なお知らせがあります。まず一つ目ですね、7月の15、16、17日海の日にですね、ついに真夏真中博多への出店が決まりました。ありがとう。はい、ということで今回ですね、博多阪急さんにお声掛けをいただき出店することになりました。福岡出店してくれという声が熱くて、僕らの方でも博多でね、福岡でやりたいなと思ってたんですけれども、たまたまねタイミングよくお声掛けいただき出店する運びとなりました。ありがとうございます。はい、でですね、基本的にまあ僕らのねお店をねそのまま丸ごと持っていくような勢いで、めちゃめちゃ遠いんですけれども車でね行きますんで、もう一回7月15、16、17と日程を開けといていただきたいです。どこか一つでもいいので開けといてほしいです。はい、またね、主に今回はアガベの、販売となります。はい、そしてもちろん僕も行きます。しかも珍しく今回3日間の開催なんですけれども、3日間フルでいます。ちょっとねいない時間もあるかもしれないんですけれども、ご飯食べたりね、ちょっと休憩したりっていうのはあるかもしれないんですけども、まあ、休憩させないぐらい来るよっていうか来ていただいたらめちゃめちゃ嬉しいです。はい、全てねこの皆さんが来ていただいて買っていただくものに関しては全てフルぶっ込みで、ぶっ込みっていうのかな、フル突っ込みで未消種のね生産に対して回していきたいと思ってますので、博多来れるよって方は応援の意味も含めて皆様にお会いできるのを楽しみにしております。で、2つ目にですね、新しいアイテムの販売が決まりましたので告知させていただきます。まずアイテムナンバーワン、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 はい、進みましょう。はい、まずこれ T シャツ、いいです、かっこいいでしょ、いつも着てるんです。はい、でデイリーに後ろ、はい、見えます、ビアルート、 Yes, ビアルート、アガベビアルート T シャツです。はい、いいですか。今回もですね、進む中島さんにコラボ依頼をして販売しております。まずね、沖縄でしかまだ販売してない、この間初めて呼んでいただいた沖縄でしか販売してないんですけれども、こちらの T シャツも博多阪急にお持ちします。はい、これめちゃめちゃいい、すっごい問い合わせめちゃめちゃ多いんで、僕自身もデイリーに来ててもうすごい着やすいよね。ぜひね、気になった方お願いします。もう一つ持ってくるね。いい？いい？いい？いいですか？しつこいね。はい、しつこいっていうツッコミは入れていただければ。はい、でデン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 、はい、ファームの新しいロゴ、はい、見せてください。これがね、新しいファームのロゴなんですけれども、これと後ろにさらにこちら、かっこよくない？トライバル柄。僕ね、あの頑張って頑張ってっつって高校の時ね、ハワイにいたんですけど、文化祭の時にね、あの墓を踊ってました。頑張って頑張ってやってたんですけど、これね、ドライバル柄、これもね販売したいと思っております。はい、めっちゃかっこいいでしょこれ。普段使いがめっちゃできるから本当これいいんで、ぜひね気になる方いたらこちらもお願いします。博多阪急持ってきます。博多阪急にこちらもお持ちするんですけども、しかもこちら6月30日ですね、金曜日にオンラインでの販売も開始します。両方いっちゃう。はい、だからこちらもね、 T シャツ作ることによって、僕らねすごい在庫を持つビジネスをしておりますので、こういう T シャツを買っていただけるとすごく嬉しいです。またね、本当にかっこよくて、僕はねこの2枚しか着てないんじゃないかぐらいしか着てないよね。ね、これしか着てないよね、うん、はい、よし、これもかっこいいね、ぜひ。で、マナズファームのここにロゴが入ってます。かっこいいでしょ、うん、はい、次、はい、次にこちら、こちらも博多阪急6月30日オンラインに販売します。やべ、はい、マナーズファームのオリジナルポットですね。はい、 OK、 はい、はい、次、はい、次にこちら、はい、こちら、こちらはスコップですね、手持ちのスコップ、殴り加工してあるスコップで、ここに、はい、穴が開いてるので、真鍮のなんだっけ、引っ掛けるやつとか革製品でね引っ掛けるようにしていただいてもいいのかなと思っております。はい、でここに漢字のロゴが入っております。土入れです。はい、土入れ以外にもね使えると思うので、中このようになっております。はい、中ねこのようになってくり抜かれておりますので、スコップとして
使って。すっごいかっこいいよね。すごい持ちやすくて、まあ、ちょっといろんなのに使っていただきたいなと思っております。すごいかっこいいよね。なかなかないんじゃないかな、土入れでこういうのを使うっていうのはね。アウトドアでも使えちゃうんじゃない、もしかしたら。なんか飲めちゃう。中をちょっと加工してもらえれば大丈夫かもしれないです。まあ、いろんな用途で使えるんで、次に。じゃじゃん。はい。こちらもね、トライバル柄の六角形の8台です。こちらの8台に関しても6月30日の博多阪急にて持ってきます。このエッジがかっこよくて六角形なんですけど、はい、あとこちら。こちらのね、8台だけ穴が開いてるので、ここにね、僕らの育成ライト。主に初心者向けのデスク横とかに使える育成ライト。ルーチェさんのオリジナルのね、こちらルーチェさんの育成ライトを置けるようになってるので、ぜひね、セットで買っていただきたいなと思います。次にカッティングシート。ついに結構皆さん作ってる人多いのに、ようやく作った。僕はね、スケボーにつけたり、車に貼ろうかなと思っております。また、こちら、反対だ。こちらね、またね、ロゴの方。これもね、貼れるので、もしよかったら。あ、しかもね、うちのマナーズファーム大好きスタッフ、ひろきは、バイクの、なんだっけ、タンクのところに貼っておりました。今ね、画像映ってると思いますけれども。そういう風にね、使っていただくとめちゃめちゃかっこよくなると思うんで、ぜひね、マナーズファーム好きな方、またね、マナーズファームの応援してみようかなっていう方は、ぜひね、こういうステッカーでもいいので買っていただけたらめちゃめちゃ嬉しいです。次に行きますね。はい。かっこいい。はい。こちらもね、先ほどと同様に、8置きですね。こちらのね、エッジが効いてるのと、さっきのね、トライバル柄の T シャツのね、後ろの柄の方を刻印しております。いかがでしょうか？めちゃめちゃかっこいい。ちなみに、こちらなんですけれども、今ね、こう何もしてないんですけども、こう置いたとき、ここって気になるじゃないですか、ここの部分。ここに、真鍮マナーズファーム入れます。どうでしょうか？買ってくれた人に、僕らがね、一つ一つつけるので、ちょっと風合いがあるかもしれないんですけども、注文が入り次第、こう入れたいと思いますので、イメージもこの辺に出しておきますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。これかっこよくない？めっちゃでかいよね。比べた方がいい。このぐらいね、サイズ感の違いがあるので、大きいサイズとか、まあね、特に気に入ってる鉢に植えてるパキプスとか、パキポディウムのね、一番かっこいいやつとか、そういうのにね、乗せてもらってもいいのかなと思います。ここら辺は育成ライトもあるんで、まあ、ユーフォルビアとか小さいの育ててもいいし、また先ほどのこっちのやつは、ガベとかね、めちゃめちゃかっこいいやつ乗ってもいいのかなと思います。どうでしょうか。はい。あとね、今ちょっと手元にないんですけれども、マナズ会長シリーズのステッカーですね、もうたくさん作ったので、今ね、ここら辺に出てるんですけど、のステッカーもね、各種類でご用意しておりますので、そちらも楽しみにしていただきたいのと、もう一つですね、6月30日じゃなくて、博多阪急の時にシルクスクリーンプリントを行います。で、そのデザインっていうのが4つですね、あります。で、ブラック&ブルーのシルクスクリーンもやります。なので、アガベブラック&ブルーのタイプのものは T シャツではなくてシルクスクリーンなので、何かね、ものをお持ちいただければ擦れるようにしたいと思ってますので、7月15、16、17、楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。はい。最後にこちら、博多阪急にこちらの本ですね。本当は僕が出したかったんですけれど、妻のふーちゃんがゆるっと植物生活。そうです。ゆるっと、私のゆるっと植物生活っていうのを出したので、こちら、10冊限定にて、僕たち2人のね、サインを入れたものを販売したいと思いますので、観葉植物も好きだよって方はこちらもね、手に取っていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。今、くるちゃん取っていただいてるんですけど、くるちゃんは来ないですけれども。サインだけ連れてってください。愛を込めて。サインをいたします。いる、ペタペタ触っていてくれて、汚ねえか。はい、楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。はい、最後にですね、今紹介したものに関しては、6月30日で、マナーズファームのオンラインにても販売します。はい。なのでね、今見ていただいている方もご注文いただけると思いますので、ね、チェックしていただきたいなと思います。時間に関しては、6月30日の9時に販売したいと思いますので、そちらもチェックしていただきたいなと思います。詳しいことは、マナズファームの、インスタグラムや僕のインスタグラムの方で配信すると思いますので、そちらもね、要チェックしていただきたいなと思います。はい。なので、6月30日に出ないものとしては、シルクスクリーンプリントですね。ついに僕らシルクスクリーンする、のを博多でやりたいと思ってますので、アガベ同様、楽しみにしていただきたいなと思います。はい。そんなところで最後にね、7月15、16、17日、博多阪急にて、アガベのポップアップショップを行います。また、6月30日に先ほどからご紹介したアイテムの販売、9時にですね、6月30日の9時に販売しますので、そちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。はい。これからね、沖縄で二小国を作るために非常にね、多くの売り上げを必要としております。ちょっとストレートしてますので、はい。そんなところで、皆様にお会いしております。ありがとうございました。